ウアー、電撃移籍。昨季 DeNA でプレーしたトレバー・バウアー投手が18日、自身の公式 X を更新。メキシカンリーグの強豪メキシコシティ、レッドデビルズの一員として、メキシコシティで行われる3月24日のヤンキース戦に登板することを明かした。同投手は、レッドデビルズでの登板試合を明かした上で、4月11日から5月8日までディアブロスのために5試合に登板することに同意しましたと加えた。メジャー復帰を希望しているだけに、試合間や調整不足を補うために実戦を重ねておくことが狙いとみられる。メジャー通算83勝で20年にサイ・ヤング賞を獲得。昨季は DeNA で10勝を挙げた実力者は、万が一 MLB からオファーが来たとしても、すぐにローテーションに加わることができるとした上で、日曜日に会えるのを楽しみにしているし、メキシコの野球を皆さんにお見せするのが待ちきれないよ、と記した。バウアーは今月10日、米国でプロ契約を目指す選手たちで構成されたアジアンブリーズの一員としてドジャース傘下マイナーとの練習試合に登板した。3回2安打無失点、球速は自己最速タイの 98.9 マイルを計測。登板後には、メジャー最低年俸でも構わない。お金ではないと話していた。これで安楽が MLB と契約したらおもろい。レッドデビルズはメキシコ出身のウリアスも取るんちゃうか？日本に来たのはメジャー球団にまだやれるとこを見せた勝っただけやからな。それがなかったら来たる必要ないからな。仮に6月に戻ってくるやつ20億は払えん。横浜は袖にされて情けないけど、これで良かったと思う。今長マネー十数億ぶち込んで溶かす価値あるわが無意識。さすがに横浜はオファー取り下げれば、ヤクルトや西武みたいに韓国に逃げられるよりはいいか。メキシコシティレッドデビルズで安楽のチームメイトになってて草。ここまで落ちたくないわな。MLB 復帰なんて無理やから、KBO でドジャースパドレス戦に乱入しろや。メジャーのどの球団も取る気ないのに諦め悪すぎだろ。嫌われすぎやろ。バウアー MLB の全球団がボイコットって何やったん。嫌われ方異常やろ。